てから今大間のフェリー乗り場で津軽海峡フェリー乗って函館に行きます。今日は亀ちゃんと一緒です。おとなしくて可愛いです。メロンパンみたいなのでメロンと言います。メロンパンみたいなのはこの甲羅です。では一緒に船旅楽しんできます。函館出発。今回のビリヤードがある目的地、函館駅に到着しました。函館には結構ビリヤードがたくさんあります。今回はどんなビリヤードなのか早速行ってみたいと思います。
今回のビリヤード放浪野口函館さんに到着しました。この豪華な和風な入り口です。すごくいいビリヤードのスペースがあるということで、とても楽しみにしております。もう今までで一番豪華な、水の上に浮かぶビリヤードテーブルを皆様に見てもらえると思うので、楽しくビリヤードやっていきたいと思います。では早速野口さんに行ってきます。ではこれからビリヤード台のある場所に行ってみたいと思います。もう豪華すぎて綺麗すぎませんか。この先のロビーの奥にビリヤードテーブルがあるということです。これは休憩室なので観客です。あーカウンター、もう何これ、めちゃくちゃすごいな。僕はお酒飲まないんですけど、雰囲気だけ最高ですね。ここが野口文庫といって読書スペースもあります。そして見えました、もうこんな水に囲まれてここにビリヤードテーブルがドンと佇んでるなんて、これは今まで見たビリヤードテーブルの中でも一番豪華な方っていうか、もう豪華というか、何ですかこれは。じゃあこの橋を渡ってビリヤードテーブルに行きたいと思います。すごいなこれは。赤い馬車で黒のテーブル、これはすごいですね。信じられない。では今日はこの大口さんのビリヤードテーブルでマス割りチャレンジやっていきます。ではビリヤードの紹介をしていきたいと思います。テーブルはオルハウゼン、大会でもねたまにありましたね。そしてラック、ここに入ってるんだ。ラックが置いてあって、ちゃんとブリッジも置いてある。穴の大きさはもう少しお待ちください。そしてボールがありますね。ボールとキューブ、ボールはこれはなんだ、まあでも普通に良さそうです。赤いチョーク、うわ奥が深いのと、なんと新品のチョーク、すごい、さすがゴージャスなだけありますね。そしてハウスキュー、タップが両方ちゃんとついております。キューが曲がっているかどうかはわからないんですが、さあ穴のチェックをしていきましょう。いやもうすごいわ、ここすごすぎる。穴の大きさ、お2つ入りますね。ちょっと大きめかな。もう大きくあってほしい穴は。ビリヤードは特に。そしてサイドもこんな感じです。ではコンディションはどうなのか、ビリヤードマス割りチャレンジやっていきます。今日は放浪野口函館さんに来ました。この高級感あふれるビリヤードテーブルと、もうこの周りとバーカウンター、これはビリヤード史上一番映える場所な気がしますね。周りのね、この水もすっごい良くて、そこに浮かんでるビリヤードテーブルです。いや、こんなとこでビリヤードできるのは本当に幸せです。ただマス割りが出せるかは別の問題なので、この
赤の打者でコンディションはどうなのか、まずどっちがいいのか選んでいきます。ちょっと回ってますね。黒の方がいいか。今日この黒の9でやっていきます。そして今日はボールを野口さんで、久々の浴衣ですね。浴衣を着ながら、そしてちゃんと足も入ってます。今足上がらないんですけど入ってます。では早速マス割りチャレンジやっていきたいと思います。ではマス割りチャレンジやっていきます。いいキラックですね。これも高級感がある、ずっしりしてるキラックです。ちょっとね、構えづらくなりすぎるんで、上は脱いでやっていきます。ではこの新しいチョークを使わせていただいて、いやこれは上がりますね。もうエキシビジョンで用意されたようなビリヤードテーブルで、ビリヤードチャレンジスタート。1回目めちゃくちゃいい配置で、これ入れたいな。よし、今日はねチェックインしてすぐのビリヤードです。なのでまだ少しね外も明るいし元気な状態なので、一発成功なるか。ナイスショ。あ、でも今曲がってないですね。いいんじゃないの。さあ、2から4問題です。2から4、押さえて6超えて完璧じゃない。あれ、これ久々の1回マス割り成功があるかもしれない。よし、このストップショット振りをちゃんと、ちょっと緊張してますね。さあ、この5から9、じゃ5から6、9が邪魔するんで、こういったように9に当たりそうな気がする。頼むよ。9かわして、押して、いいいい。さあ、この6番入れば超チャンス。よし、今のところすごい曲がってる雰囲気もないんで、いいんじゃない？完璧じゃないですか。端サイド入れて球をこの辺に転がす、優しく。よし、雰囲気が良すぎますね。一発目マス割りゲームを、一発目で久々にマス割りを出すことができました。これはめちゃくちゃ嬉しいです。では2連マス目やっていきます。ボールがこっちじゃなかったです。
では2連末を目指します。ちゃんと今日ね結構厚い下駄を履いてるんですごい動きづらくてフォームも取りづらかったんですけど、マス張りできましたね。めちゃくちゃ嬉しいの。では2連末目、どうだ、取り出しは見える。でも3番がむずいな。さあまずこの2番入るか。これはもうね2番をサイドに落として手玉はこっちの方にやって、とりあえず2番を入れよう。それが大事。9番に当たりそうですが、こうなりそうな気がしたんですが、まあしょうがないですね。ビリヤードマス張りチャレンジ一発目でマス張りは1回でした。今回のマス張りチャレンジ一発目で成功できました。正直まだコンディションが分かってないですが、でもよれてなかった縮小もいいし、すごいつきやすかったのは間違いなそうです。いやこんなにね、もうここはもう苦戦してもいいよっていうような映える場所だったのに一発目で成功してしまって申し訳ない気持ちでいっぱいなんですが、この後も少しビリヤードを楽しんで帰りたいと思います。今日はボールを野口函館さんでビリヤードチャレンジやらせていただきました。もう本当にこの空間はやばすぎます。これはねぜひ生で見てほしいです。もう多分僕今語彙力なくて伝えきれないので、この場所の凄さがねもうなんと言っていいかわからないぐらい、とても気分が上がる、そしてビリヤードがやりたくなる環境だと思うので、エキシビジョンでここすっごい使いたいですよ。このカウンターで皆さんに見てもらってここでやれたらいいな。またいろんなビリヤード行っていきますので、もしよければ高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。皆様もぜひお休みの際はビリヤード行ってビリヤード楽しんでください。本日もご視聴ありがとうございました。